皆さんこんにちは、トラスイコボレーションとめかでございます。本日ご紹介させていただきますのはこちら W205、C180 ステーションワゴン AM 地雷でございます。はい、ということでですね、今ドドンって入れたからはい、ということで、今回は、たくさん今までにね、ご紹介させていただいておりますグリル交換パナメカーナさせていただきましたっていうのと、こちらですね、サイドサイド、はい、ホイールに移っていただいて、こちら赤に塗らしてもらってます。はい、はい、ありがとうございます。で、なんですけど、実はまあこの紹介だと何回もさせてもらってるんで、本日はこれがメインではございません。今回何が初めてのご紹介という今回何が初めてのご紹介かと言いますと、後ろに、メインディッシュが待っておりまして、そちらの方を見ていきましょうということで、はい、では早速見ていただこうかなと思います。どうぞ。はい、これがですね、C の後期の63のルックのディフューザーでございます。とマフラーカッターね。で、先ほど、ご説明し忘れとったんですけれど、フロントのサイドの、左右のフェンダーに、V8 のビターボのエンブレム、まあ、純正ですね。でそれと AMG とこちら、C の 63S というグリル、グリルじゃない、エンブレムを、付けさせていただきました。前期の63ルックっていうのは前回もねご紹介させていただいてると思うんですけど、今回ね後ろこれめちゃくちゃかっこいい、あの障子チョイスで、お客様、ねマフラーカッターちょっと変えたいなっていうところから、今回ですね、まあ、いつもの43ルックでもなく63ルックなんですけど、なおかつ前期でもなく、今回じゃあちょっと後期ね、うちでまだ後期ルックやったことないんで、よかったらやってみくれませんかっていう、庄司がご提案したところ、まあ、今回ですね、じゃあもうそれでいきましょうかと言っていただきまして、今回これを交換させていただきました。で、純正に比べると若干マフラーカッターの色味が、違うようなんですけれども、まあ、このクロームの、なんかあれですね、普通の明るいメッキと違って、ちょっとねクロームっぽい感じの、マフラーカッターの色もこれもすごくおしゃれかなと思います。はい、まあ、前期に比べるとなんか迫力がまたなんていうんかな、言葉で説明せなあかんねんけどなかなか難しいね。もうズバリかっこいい、はい、ナイスチョイスでございます庄司君。はい、で、今回ですね、もちろんねグリル交換たくさんご依頼いただいておりますし、キャリパー塗装もたくさんいただいておるんですけれども、プラスアルファで、こちらの、まあ、ホイール交換もそうなんですけどね、ローダウンとかあとこのリアのねディフューザーとマフラーのカッター、こちらの交換をするだけでもね、車のイメージっていうのは本当にガラッと変わりますので、一つ一つのね、小さなカスタムかもしれませんけれども、ちょっとちょっと、交換していくことによって、まあ、これだけイメージがこんなにも変わるのかなっていうところの、めっちゃ笑ってるやん。いやちょっとちょっとタッチにしか聞こえない、ちょっとしか聞こえないすいませんね、はい、ちょっと今日はちょっとあんま回ってないですよね、あの櫛が。いや、わかんない、ちょっと朝からちょっと今日撮影、今日ちょっと土曜日なんですけど、朝からちょっと4組ぐらいお客さん来とったんでちょっと今やっと落ち着いて、撮影しております。本当にね、土日はたくさんのお客様に来ていただいて本当にありがたいです。ありがとうございます。はい、で、今回は、なんとですよ、この方、ちょっとプレートもちろん伏せさせていただいてるんですけれども、今回も、ご遠方からご来店いただいておりまして、神奈川県の、愛様、神奈川から、お越しいただいております。ね、本当に、まあ、インスタなり SNS、プラスアルファでこの YouTube というところで、たくさんのお客様にですね関西県外の方、
どん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 ね増えてきておりまして、販売はもちろんなんですけれども、こういうね細かな、ちょっとしたカスタマイズですね、でも遠方の方たくさん来ていただいておりますので、どしどしですね、お問い合わせいただいて、お問い合わせいただけると本当に嬉しく思いますちょっとあの笑うとまたカットできへんからな。俺の憧れの湘南ナンバーあ、それは言うんや、はい、え、今日来られるの？今日の社です。ああ、なんかこっちの仕事を盛りくり作ってああ、なるほど、まあ、そういう方もね、本当に非常に多いので、あ、本当にありがとうございます。はい、ということでですね、今回は、W205 の、C の180ステーションワゴンなんですけれども、今回はこちらメイが、後期ルックの、後期63ルックのですね、ディフューザーとマフラーカッター交換との、ご紹介となりました。あ、補足、AMG ラインのバンパーにしかつかないですよね。はい、でね、それを、ちょっと気をつけてください。ノーマルのバッパーにはちょっとこちらつきませんので、そちらだけ気をつけてください。はい、ということで、以上となります。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。